はい、青春の父青葉です。今回は国道に看板を掲げるシリーズパート3ということで、実際今回はねカッティングシートの方をカットしていきたいと思います。前回までの動画の方で下ごしらえとかデザインの方のね動画の方も上げていますので、もしねまだそちらの方をご覧になってない方はそちらから見ていただけるとスムーズにつながるかと思います。こんな感じでかなり細かい作業になってくるんですが、以前ね下ごしらえしたコピー紙を貼ったカッティングシートの方をこまめに切っていきます。切ったものをねこんな感じでパネルの方に1、2目をして、ハサミでね各ね文字ごと貼った方がかなりシワにならないので、こういう細かくね分けて、で裏紙を剥がしてスキージで貼っていきます。これスキージという道具なんですけれども、これもねどっかねホームセンターとかに行けば売ってるかと思います。こんな感じで上の方から空気が入らないように一文字ずつね丁寧に貼っていくのがポイントかと思います。空気が入ってしまうとねちょっとねこう異物感というかねちょっと膨らんだ感じになってしまうので、まあ近くで見るとねそういうのも気になるのでね、なるべく空気が入らないように下地の方をきれいにした状態で空気を抜いて貼っていきましょう。でね今度ビックリマンですね、こちらは3色のね色が使われているので、まずね台紙の黒の方を切り抜いて、今赤をね黒の上に貼りました。こんな感じで重ね合わせていく感じですね。今度は黄色ですね、黄色の星の方を重ね合わせて、やはりね色をね多色使う場合は今のような感じで貼り合わせて作っていくことが重要かと思います。でこちらも先ほど同様に1枚ずつ剥がして上の方から空気を抜きながら丁寧に貼っていきます。こういった作業ね結構気持ちいいんですよね。貼って切るのは結構時間かかるし細かい作業なんで大変なんですけれども、貼るのは一瞬なんですけれどもね、結構気持ちがよく貼ることができます。これは YouTube のね赤い方ですね。で今昭和レトロチャンネルの方もカットしています。やはりカットの方がかなり細かいのでね、こう慌てて多少まあ曲がっても意外とカッティングシートとそれっぽく見えてしまうんですよね。それがねカッティングシートの良さかと思います。そんなに気を使ってねめっちゃ綺麗に切ってるという感じではないんですけれども、割とまあこういうゴローズとかねラフな線だと特にねこう多少曲がっていてもそれっぽく見ることができます。シュプリームとかねああいう角ゴシックみたいなねある程度規則性があるものはやはりねきちっと切っていかないと歪んでしまうとね結構目立ったりします。こうやってねシュプリームこういったロゴの方が結構大変ですね。細かい直線ラインは定規の方を用いてカットしていきます。でキャラクターですね、キャラクターの方は色がねかなり多色に使うので、まあ、ちょっとご覧いただければわかるかと思うんですけれども、まずはこの縁ですね、縁の黒の方だけをまず作ります。でそれをちょっと剥がしてこう各色のね色のパーツをやっぱ切り分けたものをこの台紙のね方に貼って上からまたさらに貼り合わせていくといった工程が必要になります。こちらの透明のねフィルムの方なんですけれども、こちらはマスキングシートですね。マスキングする時のまあ弱めのね接着剤がついたシートの方を一度シールの方に貼って剥がしてはね戻すような作業を繰り返すために貼っています。で今度ね頭の方ですね、髪の毛と帽子とまたこれ上の方から貼り合わせています。だんだんね色の方も綺麗に鮮やかになってますね。で最後にこちら顔ですね、顔の肌色の方をくっつけて、こんな感じでキャラクターが出来上がりました。やっぱりね色をね貼り合わせた分だけやはり手間暇かかるんですけれども、見た時にねこうパッとね目を引くようなキャラクターになっているんじゃないかなと思います。であと切り終わった各ロゴとかね文字の方を前回1、2目していたところに規則正しく並べていきます。こんな感じで配置の方が終わりました。あとはこれ下の方からね順に裏紙を剥がして、またスキージの方でね空気が入らないように上の方からそーっと貼っていきます。こんな感じですね。で次は YouTube ですね、こういう感じに貼っていくんですけれども、どんどんね綺麗に仕上がっていくのを見るとねやはりやった甲斐があるんじゃないかなと思います。でシュプリームですね、シュプリームなんかねもう赤とね白なんで割とねこう簡単な割には見栄えがする感じになるんじゃないかなと思います。でゴローズですね、ゴローズの方もこんな感じで上の方から貼ります。で全体的にはこんな感じですね。で裏面ですね、裏面の方も同様に貼り合わせたものを上の方から空気を抜いて貼っていきます。若干ねちょっと難しく感じるかと思うんですけど、意外とやるとね簡単にできます。で今はちょっとねこちらアルコールっぽいものでね上のねこうスプレーのりのボンドの方が若干ついてるんで、そういったものも綺麗に落
落としていきます。で最後にこれキャラクターですね。キャラクターの方も入れれば出来上がりになりますね。こちらもね、下地のね、今度線の方も消しときます。ちょっと若干透ける色もあるので、そういった場合はね、貼り合わせの位置が決まった時点で裏の下書きの墨の方を消しときます。でこんな感じで上から綺麗に貼るとできましたね。やはりね、キャラクターが入ると一気にパッとしますね。でまたちょっとね、ボンドの方をアルコールでちょっと取っていきます。でこんな感じで完成しました。裏はこんな感じですね。次回は今度実際設置の動画の方を上げていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。